マノロブラニクの靴。マノロブラニクはイギリス発の靴のブランド。同名のデザイナーによって1972年に設立された高価格帯のブランドで靴のロールスロイスや靴の王様などの呼び名を持つ。設立者にしてデザインを担うマノロブラニクロドリゲスはスペインのカナリア諸島サンタクルスデラパルマ出身。チェコ人の父とスペイン人の母の間に生まれ。 バナナ農園で育った。スイスのジュネーブ大学で建築学と文学を学び始めるが、一年学んだ後にパリへ移住。その二年後ロンドンでサンデータイムズのファッション写真家として活動し、ファッションの世界に入った。1972年のコレクションでデビュー。靴の作り方を知らないため、その後10年がかりで職人から学んだという。1973年に、 個人店を立ち上げる。デザイナーのオジー・クラークのための靴を作ったのがきっかけとなり、靴デザイン一筋となった。大英帝国勲章受章者。英語、イタリア語、フランス語、スペイン語が堪能。ダイアナヒア、カイリー・ミノーグ、マドンナなどが履いたことで有名。テレビドラマシリーズ、セックスザ・シティにもしばしば登場した。主人公のキャリーが、 マノロブラニックの靴の大ファンで、この高価な靴を大量に衝動を介して、破産の危機に陥るエピソードもあった。2017年、イギリスでマノロブラニックトカゲに靴を作った少年というドキュメンタリー映画が制作公開され、2018年に日本でも公開された。ありがとうございます。